どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらの ANA アメックスゴールド保有者限定ホテル最大4万5000円割引キャンペーンということで解説ねやっていきたいというふうに思います。こちらのクレジットカードですね、年会費が3万1000円ということで、かなりね高額のクレジットカードっていう風になるわけなんですけども、カードの券面やですね、またね ANA の航空券購入に対してねポイントが多くもらえたりですね、または新規入会キャンペーンですね、マイルがねたくさんもらえるということで、保有されている方もね結構いらっしゃるかなという風に思うわけなんですけども、今後ですねホテル滞在ね予定されている方はですね結構お得にね利用できるかなという風に思っておりますので、ぜひね最後までご覧いただければなという風に思っております。それではですね、早速ねキャンペーンの概要ね行きたいなというふうに思うわけなんですけども、 ANA アメリカンエキスプレスゴールド会員限定ホテル最大4万5000円オフキャンペーンということで、予約期間はですね2021年の3月の22日からですね2021年7月31日オンライン決済完了分までというふうになっております。でですね、宿泊期間がですね2021年の3月の22日から8月31日チェックアウト完了分までというふうになっております。でですね、対象カードはですねこちら私が持ってるのはですね ANA アメックスゴールドのスーパーフライヤーズカードっていう風になってるわけなんですけども、こちらねスーパーフライヤーズカードが付いててもついてなくてもですね今回のキャンペーンね対象っていった形になっております。でですね、特典なんですけども、今回のキャンペーンはですね先着1万5000名までっていう風になっております。またですね事前決済のホテル合計3万円以上のね予約っていう風になっておりまして、決済時にですねキャンペーンコードを入力していただくと1回につきですね1万5000オフねされるっていう風になっております。こちらの割引をですね合計ね3回まで利用することができるっていう風になっておりまして、最大でね4万5000円までですね利用することができるっていった形になっております。でですね、キャンペーンコードっていうのをですね入力する必要があるわけなんですけども、こちらのね字幕にも出しておきますけども、概要欄にもですね記載しておきますし、またね公式サイトにもですね記載があるっていう風になりますんで、まあ、予約される方はですねそちらねコピーしていただいて決済時にですね入力ねしていただきたいなっていう風に思っております。またですねアメリカンエキスプレスのオファーっていうのは、まあ、基本的にはですねウェブサイトであったりスマートフォンアプリであったりですねログインするとオファー画面からね確認できることが多いんですけども、今回のこのキャンペーンはですねそちらのオファーとはですねちょっと別枠みたいな感じなんですかね。アメリカンエキスプレスのウェブサイトでねログインしていただいてもですねオファーにね特に出てこないっていった形になりますので、まあ、公式サイトからですね利用ねしていただきたいなっていうふうに思っております。またですね、今回のキャンペーンはですねホテルが対象のキャンペーンという風になっておりますので、ホテルと航空券セットのね検索もできるわけなんですけども、こちらに関しては対象外という風になっておりますので、この点もね注意していただきたいなという風に思っております。またですね、今回の1万5000の割引に関してはですね、こちらねキャンペーンコードを入れるだけのね割引っていう風になるので、4回目以降もねどうやら利用できるそうなんですけども、こちらね3回目以降だと、まあ、割引はね適用されて決済ねできるみたいなね話を聞いているんですけども、後からですね追加請求ね来るっていった形になりますんで、3回以上ですね利用しないようにねしていただきたいなっていうふうに思っております。またね今回のキャンペーンはメールでね案内を受け取ってる方もねいらっしゃるようなんですけども、このキャンペーンに関してはですね ANA アメックスゴールド、またねそのスーパーフライヤーズカードね保有されている方であれば先着ではあるわけなんですけども、全員対象っていうねデスク回答もいただいておりますので、 ANA アメックスゴールドで保有されている方はですね誰でもね利用することができるっていった形になっております。それでは次に実際のね予約方法をねやっていきたいなというふうに思うわけなんですけども、概要欄にですね公式サイトね載せておきますので、そこからね利用していただきたいなというふうに思っております。それではまずですねログインの方ねしていきたいなというふうに思います。ログインをしていただいてマイアカウントの方にねログインしていただきます。ログインするとですねトラベルっていう画面になってですね、クレジットカードね選択する画面になりますんで、 ANA アメリカンエキスプレススーパーフライヤーズゴールドカード、私はこちらをね選択します。まあおそらくですねこれ違うのね選択してしまうと利用できないと思いますんで、こちらね注意してください。で選択を押します。そうするとまたログインした状態でね戻ってきましたね。じゃあここでまず選択するところがここですね。
海外航空券、国内航空券、ホテル、レンタカー、航空券、レンタカーってあると思うんですけど、こちらですね、ホテルをね、選択していただきます。で、空港または都市ということで、ここは何にしておきましょうか。東京にしておきましょうか。東京で出てくるんですかね。あ、東京だと羽田とか成田とか出てきちゃうんですね。じゃあまあここは羽田にしておきましょう。で、チェックインがもうキャンペーンね、開始しておりますので、4月の第1週目の週末とかにしましょうか。で、チェックアウトを4日で、大人1名、一応大人2名にしておきましょうか。部屋数が1個、これで検索をねしてみます。でですね、下の方に行くとキャンペーンコードねありますんで、こちらをねコピーしておきましょう。こちらね、決済時にですね、このキャンペーンコードをね入力する必要がありますんで、コピーしといた方がね、後でね便利に使えると思います。では検索、羽田までの最適なプランを探していますということで、今検索がかかってますね。結構かかりそうですね。で、行きましたね。で、今回のキャンペーンは3万円以上の利用で1万5000円オフということで、こちら絞り込みみたいなのが多分できますよね。これでいいのかな。あ、できますね。で、ここから料金範囲を一応3万円ぐらいにしといて、で、これフィルター適用にしておきましょう。あ、それちょうど良かったですね。そしたらウェスティン東京ホテルが出てきましたんで、ここで選択しておきましょう。で、客室を選択でいいのかな。あ、客室が出てきましたね。デラックスルーム、キングベッド1台、こちらでいきましょう。で、37,291円、選択する、選択完了。あ、そうすると予約に進むっていうのが出てきますね。予約に進むをクリックしていただきます。で、そうすると支払いおよび旅行者情報を入力ということで、ここにね、総合金額がね、37,291円って出てますね。で、この下にね、キャンペーンコードの利用っていうのが出てきますね。で、これを先ほどね、コピーしたのをここにね、貼り付けましょう。で、貼り付け。で、適用。あ、1万5000割引入りましたね。22,291円にね、なりましたね。これで1万5000のね、割引は受けられるっていった感じですね。それですね、そのままね、予約される方はですね、そのままね、項目埋めてっていただいて、決済ね、していただきたいなっていうふうに思っております。利用方法としてはね、かなり簡単ですね。本当にキャンペーンコードを入れればですね、自動的に1万5000ね、割引かれるっていう感じですね。まあ、今回私が選択したのは3万7000のね、客室っていうふうになりますんで、1万5000ね、オフされても2万円ね、超えているわけなんですけども、まあ、こちらね、3万円以上であれば利用することができるっていうふうになりますんで、3万円ね、ちょっと超えるようなね、客室であればですね、本当に1万円ちょっとでですね、利用することができるっていうふうになりますんで、まあ、結構ね、お得なのではないのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA アメックスゴールド保有者限定のですね、最大4万5000円割引キャンペーンということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、3万円、ね、ジャストぐらいのホテルであればですね、1万5000でね、利用することができるっていうふうになりますんで、結構ねお得なのではないのかなというふうに思っております。またですね、今回のキャンペーンは3万円以上の利用で1万5000円オフっていうふうになりますんで、連泊されたい場合っていうのは結構ね、金額ね、いってしまうかなっていうふうに思うわけなんですけども、連泊されたい方はですね、予約をね分けて利用していただければですね、個々にね割引受けられるっていうふうになっておりますんで、この点をね覚えておいていただきたいなっていうふうに思っております。またですね、今回紹介させていただいたのは ANA アメックスゴールドのねキャンペーンっていう風になるわけなんですけども、 ANA アメックスプレミアムカードっていうね、年会費がすごい高いねクレジットカードがあるわけなんですけども、こちらでもですね、ちょっとね金額が高いねキャンペーンね行われてるっていう風にね聞いておりますので、保有されている方はですね、そちらねチェックしてみていただきたいなっていう風に思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルとボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。